いですねこれ。はい、今日はね、徳島県のウエストウエストってところにね、昭和のね原付が集まるってことでね、撮影に来させてもらってます。これすごいですねこの車高、この車高やばくないですか。プレイボーイのステッカーがね貼られて、三段シートがスクーターについてますね。1,2,3,4,5 連ラッパに拡声器、うお、隣すごいですねこれ。1,2,3,10 連ラッパですかこれ、やばいですねこれ。シートもねかっこいい、パトランプが2灯ついて、テールが渋いですねこれ。かっこいいです。はい、隣がねずんぐりレーシングさん、すごいですよこれ、ヘルメットが竹コブターついてます、ドラえもん仕様ですねこれ。これは車高低いとかいうレベルじゃなくてついてますよ下に、これこれすごい。すごいですねこの車高、やばいなこれ、ドラえもん仕様。しかもこれスタンドがボスの微糖、ボスの微糖でスタンドされてます。いや面白いですね、普段ね旧車の単車メインで撮影するんでね、これスクーター撮影させてもらうのは楽しいですね。全然スクーターの名前がわからないんですけどね、みんなかっこいいですね。これはカラーリングがやばいです。もうすぐ映画公開のミニオンがいますね、スイカがスイカがついてます、スイカ揺れてます、すごいな。スクーター懐かしいですよね、この辺のスクーターなんか昔乗ってましたね、チャンバーが入って。これはエイプ？CBX 仕様の 100のエイプ、100cc のエイプ、すごいな、速そう。風防にね三段シートでメガホンマフラーが入って、赤の、渋いですね。ぜひね、豊浜のミーティングとか遊びに来てもらいたいですね、これは。おお、僕は高校生の時に乗ってました、これ。ライブディオ GX。ライブディオっていうのもあるんですよね、これ。2ストロークですよね、確かこれ。そうですね。かっこいいなぁ。ジョグっていうのもありましたね。スーパージョグ Z とか。ああ、ホイールこんなんでした、こんなんでした。懐かしいな。え、これは何？これもエイプかな？マーシャルのライトが可愛いですね。バイザーがついて。皆さんめっちゃカスタムされてますよね。お隣がね、タクト。ん？なんか純正の良さが残ったいい、かっこいいタコトですね。
これすごくないですか。ロケットカウルがついたスクーターって。6連のラッパもついてね。やばいなこれ。旗棒もついて。お正月仕様ですよね。これはあれですか、ピザ屋さんが乗ってる 50cc ですかね。これも三輪のタイヤってどうなんでしょうね、乗り味。乗ったことないんですけど。スピードメーターも雨の日とか良さそうですね。あ、めっちゃ荷物が乗る。グリップも可愛い。お、黄色のこれは何ですか。香川の方みたいですね。かっこいい。タクトかなこれも。ホイールも黄色にされてね。ツーストロークですね。チャンバー居落としそう。クリアがいいですね、チャンバー。あ、なんか顔みたい。これミラーがピース。はい、最後これディオですね、多分。かっこいいな。こんなチャンバー昔ハマり入りましたね、スクーターで。まだね、こっちにもいるんですよ。車載でね。これやばくないですか、これ。なんかこう、果物とかを、野菜を入れるカゴですかね、これ。カゴがカウルになってます。元なんでしょうね、なんかこう、ホンダっぽいですけどね、このマフラーとかが。キックがやばい。キックがこれ自転車のペダルすごいですね。スタンドにスニーカー履いて。これはカブですかね。風防に三段シート、ラッパ、ステップが赤。あ、ビートのアルフィンもどき。いやー、なんかこうカスタムのアイデアが素晴らしいですよね。あ、2台並んで、これ三段シートでかっこいいですね。こっち丸めの株で、向こうが角めの株。ポケモンでね、ポケモンのなんとかボール、これ割れてポケモン出てくるんですよね。旗棒で金のスポークになってますね、これ。金のスポークかっこいいですね。マフラーがやばいっす、これ。完全お正月仕様のマフラーですね、これ。あっちの株も。ありがとうございます。僕のステッカーをね、貼ってくれてます。斜めになります。ああ、もう全然貼っていただける。これでいきます。めっちゃ目立つ。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。ぜひね、皆さん、このロケットカウルがついたね、スクーター見かけたらよろしくお願いします。え、これ普段乗りしてるんですか。いや、普段乗りはしてないです。あ、もうこういうミーティングの時だけ。はい。あー、なるほど。え、これって止められないんですか、警察に。いや、もう結構最近つけたんですよ。おお、はい、今日でもここ来る間は止められてないと。止められてはない。おー、なるほど。すごいな。はい、皆さん出発するということでね。かっこいいですよね。